さあ今日はね、はい、もう勝利が今荷物をカサ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 して、はい、先週から私ゴルフ一緒に行って時も電話入れてましたよ。道重のために、はい、なんか皿をどうのこうのって言ってたじゃない。はい、はい、言ってました。お誕生日の時に言ってくれてた、はいはい、それを今日出来上がったみたいですよ。焼いてくれたんですよね。嬉しい、ありがとうございます。わ、すごいすごいすごいよ。何やこれ、はい、いや、何やこれ、やめなさい、その何やこれみたいな。いや、とても芸術的な。いや、これ、うん、あの芸術っちゃ芸術だけどね。すごい、タコです。タコ、そう、あのタコがこうへばりついてるという。かわいい。何に、あのだるまさんに。これ何、だるまさんに。後ろも、後ろも入ってますよ。なんなんて、やめなさいって、それ。あ、愛生じて、はい、嬉しい、かっこいい。はい、これも2枚。あ、2枚、嬉しい。あ、海の幸とさゆみの幸というのも、焼いてきたんで。すごい、ありがとうございます。これはね、めっちゃ嬉しいです。めっちゃ嘘、はい、嘘。いや、それ嘘、嘘ってやめなさい、それも。これこんなこんな、気持ちが嬉しいです。これ大変なんですよ、これ焼き物。わかるよ、焼き物大変なのわかるけども、なんかポイント、さんまさんもこれ行きましょう。なんかポイントずれてる。何が、さんまさんも焼いてあげる。これ何焼き、これ、はい、これ何焼きなの。あの、要するに、今これはね、これは丹波の、うん、大熊つぼ、大熊釜っていう、はい、あの、日本一、あの、大きな、あの、登り釜があるんですよ。大熊釜って。だから、大熊焼きでいいのか。いや、それ、なんて言うんですかね、丹波の方の。大神さんっていう方の、そう、釜なんですけど。へぇー。そこで。さんまさんがこう連れて行きたいな思って、こんなんやったらええわ。いや、もっと言うのに、これだから失敗したやつなんで。お前どう失敗したんこれ。はい、これどう、まあ、失敗なのか成功なのか全くね、こうこれを芸術だと捉えると全然、そうなんですよね、全然味がある感じがする。いいことですけどもね。はい、なんでお前タコを選んだ、これタコ。これ庄司さんが描いた絵なんですよ、ね、そうなんですよ、これ僕が描いたんです。すごい、これ全部庄司が描ける字も。ジム、はい、全部そうですよ、これ裏も。ありがとうございます。かっこいい、幸せ、うん、ジョージって書いてますけどね、はい、なんかどういう手かわからんような。ちょっとリアクション困るから、ね、これお前小図になってるやつ、お前。これ点々縦にしたら図図になる。今のとこどっちかって言えば図ですね、小図。ずっと知ってわからんから、ね、お前自分の名前やろ、小図。小図ってそれ。なんでし、あの、縦にしたん、お前。小図やろ、これ。小字ですよ。じゃあ、お前、縦にしたら図になんねん。あの、カタカナは。そうですよね。うん。そうです、そうです。そんな基礎は考えるんだよ。確かに。でも、小字って見えるでしょ、これ。じゃあ、図に小図。そっちは特に図に見える。小図。小図さん。なんで自分の名前を、わざわざ図に点々にするの。僕、でも、サインこうって書いてますもん。うん。こう書いてますもん、図。お前、名前のずっとずーって書いてるね。小図。村上小図になってる。村上小図。そう、呼んでください。小図って呼んでください、僕のこと。小図さん、小図さん。鈴兄さんか、お前は。俺を後輩にしてくれ。どうせ怒られんねやから。俺を後輩にしてくれ、言う。これ、まあ、道重。まあ、ありがとうございます。庄司が、わざわざその、丹波まで行って。そう、ありがとうございます。ほんで、そこのね、あの、大将、大神さんっていうのが、すごくね、はい、きれいにやってくれたんで。はい。はい。まあ、これちょっとごめんなさいね、もう、僕ちょっと失敗。あの、成功したやつは僕、家に今、飾って。今日届いて。これ、あの、成功した失敗したって、大将司、これ何を失敗したの？ちょっと、絵がね、ちょっと失敗したんですよ。本当で、今ね、あの、クレパスみたいな感じで、はい、すごいいい感じで出来上がったやつもあるんですよ。はい。まあまあ上からなんか塗ったり焼いたりするから。はい、いろいろ。それは要するに焼き物に合うクレパスが完成したんだ。そうなんですね。そういうことや。まあまあね、道重も。ありがとうございます。でもなんかお母さんまあっていうほどね、嬉しくないやろうけど。いや、嬉しいです。これ何使おう、お前。
何に使いました？お前料理がどうのこうのって言ったけどもやな、はい、私はあのサラダボールとかが欲しかったって言ったんああ、あこれいけるよね、だからサラダ置けばいいですね、まあ和風のサラダしか合わない ね、 ね、これは、まあ、家であのどんちゃん騒ぎするときは小皿叩いたりとかするときにこれ叩いて言おうとするしだからこれはでもまあまあお客様来た時にこう寿司の盛り合わせとかそうですね、確かに、かっこいい、高級品やいうのを置くとね、はい、いいですけども、そういうのいいですね、そういうのいいですね、まあいいけどもそういう機会もないやろうけどもね、なかなかないですね、まあ庄司が、焼いてきたっていうね、はい、焼いていただいて、俺らもね、うわ庄司すごいな言いたかったけども何これ言うてしまったことあの謝っていや謝っても僕にはいいけどそのあの大熊釜のあの大神さんには謝ってください何焼きかわからんちゅうのもまた、嘘の焼きじゃないの分かってるんで誰でも、まあ、いろいろあるもんですからね、いやさまさんにね、はい、あの要するに鬼袋を言って袋なんですけど鬼の袋を作ってるやつを僕買ってきてるんですよ。え、何その鬼袋っていうの？あの、袋ってあの、幸せ呼ぶ、よくお寿司屋さんとか食べ物屋さんに置いてるんですけど、うんうん、幸せを呼ぶのが袋なんで。はい、あ、鳥の袋か。はい、袋。その袋で、その娘さんが、あの、鬼なんですけど、袋っていうのを、可愛いんですよ。それ僕、ちょっとさんまさんにこう、玄関にちょっと、これ飾ったらいいんちゃうかな思って、ちょっと買ってきたんで。こんなもんですよ。あ、かわいい。鬼袋ちっちゃいの。手のひらトイレとかに。いや、それをま持ってくれたら、またあの AV のええやつも持ってきて。今ね、むっちゃええやつは。ほら。そんなもん持ってません。何やろな、あれ、いつも、もう、くれてるやつあれ、そしたら。不自由しないんですよね、だから一緒に行きましょう、またさんまさん時間あるときに、よかったら勉強して作品作ってくださいってね、はい、優しい、だからね、うちの娘がね、はい、3歳の時に軽井沢の楽焼きって簡単にできる焼き物があるんですけど、はい、その皿今でも置いてあるもんね、うちの家に、だから娘なんかも忘れてるか分からんけども、やっぱこういうもんってのは、うん、やっぱ一生そうですよね、思い出割れない限り、はい、まあ、割れても置いとけるもんやからな、うん、記念としてはな、うん、まあ、これはもう使ってください、ありがとうございます、言ってましたから大将も使ってから、はい、初めて生きるもんですから、何をそうなんですか、この中に、まあ、肉じゃがでも何でも入れながら、はい、うんうん、はい、でもタコに見えないよねたこ焼きとか乗せようかな、そうです、横さん食べんねんお前結構大きな皿やね、これだいぶ大きいです、でもこれ見えないのが味噌なんですけどね、タコに見えない、え、これタコみたいな感じであえてんの、お前なんでタコチョイスした、タコに見えるし、うさぎ、うさぎに、いや、なんかこれへばりついてね、タコがこう動いてるのが面白いかな思って、これ何が、なんか私なの、なんかサイミってタコのイメージ全くないですよね、いや、山口やんか、あ、山口、あの辺のタコ美味しいからな、山口フグですよ、ほう、フグやね山口タコはほんまに二度と作らん、まあな、明石やからな、タコはな、あ、そうですよね、まあまあどこでも取れるけどタコっていうのまあこういうやっぱ手の込んだプレゼントっていうのは、嬉しいです、嬉しいもんですからね、ありがとうございます、だから贈り物ってやっぱりつくづく難しいよね、難しいですね、確かに、今またブランド物とかあんまり流行ってないじゃないですか、高級ブランド物っていうのは、昔はね、おいらがもう10年ぐらい前、もう高級ブランドの何かをあげとけばもう喜んで、くれてた時代があって楽だったんです、はい、プレゼント、あ、なるほど、ほんでやっぱ今もうそんなにね、はい、もちろん好きなブランドはあるやろうけど、はい、バラバラになってしもて、うん、そうですね、いっぱい出てきましたもんね、いっぱい出てきて、本当にこれって昔はもう、うん、エルメスだ、ビトンとか、ビトンとか、うん、シャネルとか、送っときゃよかったのは、今もうあんまり持ってないしね、昔ほど、うん、カバンもシンプルなんとか、そうそうそう、僕あのカバン持ってるでしょ、あれも10年、どこ行くんでも、またお前このカバンかってさんまさんゲラゲラ笑お前10日間でこのカバン一つかってゲラゲラ笑ってますけど、どこ行くにもあのカバンあれやねん、その外国人毎晩洗濯してますよ、あ、パンツとかめっちゃしんどいですよ、手首こいつはあれだけで今日だから下着に3枚と、ズボン1本とポロシャツ1本1本
ちょっと。で、履いていってるのが一本やからやな。そうか、入れへん。ほんで、ゴルフ終わったら、洗濯して。マスト君。まあまあ、オーストラリアですから、はい、一晩で乾きますから。海外に。そうやね。あとも、洗濯石鹸。洗濯石鹸。地下入ってないもん、あいつ。持ってって、洗うように。石鹸持ってきません。向こうで、顔石鹸で洗ってますから。十分落ちますし。まあ確かに。落ちることは落ちるよね。だから偉いよ。だから、ただね、やっぱり、旅行行ったら、うん、この日はこれ来て、この日はこれ来て、うん、正直の場合、一日ごとに変わるだけなんです、服が。こうこう。だからね、なんか、あ、今日来たんかなと思う、間違う時があるんですよ。着いた日の服が3日後に来てるんで。そういう楽しみがないじゃないですか。いや、重たいやん。俺、何のためにそれいらんもん。それ、マジで。パーティーに行こう。お前ら言うのに、そうそう、楽しみな。うん、今日はこれ来てとか、うん、このタイの、タイのレストランにはこれ来ていこうとか。しかも、海外でしか着れないようなね。いや、そう、海外で履くようなズボンとか、日本で履くようなズボンって、まあ、さんまさんはね、海外で履くような、タイパン履いたりとかしてますよ。はい、びっくりするような。どんな何やねんような、いや、日焼け予報です。びっくりするで。細いやつ。じゃあ、ほとんどフリチンやもん。俺、真っ裸やもん、だから。うわ、真っ裸で寝てるわ、思って。全部焼きたいから。全部焼きたいから。俺はあれですよ。それが表でやるわけじゃないですよ。プールサイドのところで、うちの家ですよ、これ行きますけど。それをホテルのプールサイドでそんな格好したわけじゃないだから、ビキニ、すごいビキニのね、毎日。何本か持ってるんですけど。いや、でも、さまざまそういうふうな部分であって、俺なんかもう、海パンや海パンも一つでも。はい。うわ。そこそこの部分。だから困るんですよ、旅番組とか一緒にやるとね、はい、服変われへんから。要するにディレクターはやっぱりそのシーンごとに服変わって、はい、あ、これ何日目何日目、あ、この日はこれ来たんかってか、ずっと一緒やから。編集しても俺が何歩着替えてももう間に合わないんですよ。あれ見てる人も一日で全部かけたのか。わかるわ。松尾バンナみたいにワンシーンワンシーンで帰られても大変やけど。それも変態服ばっかりや、女もん着て。一回一回全部やりとり、同じやりとりして。あいつ一日、同じやりとりして。まず、それを言ってもらうためにあいつ買いに行っとんねんからね。そうですよね。スタイリストさんが用意してるわけないからね、松尾バンナの服は。行きつけの店とかあるんですかね。3軒あるんです。特におすすめはマジシャンのインナーショップらしいです。何そんなの？マジシャンショップがあるらしい。すごい。そこには要するによく考えたそうやろ。ジャケット着て、中にシースルーの服とかよ、マジシャン着てる。着てる。あれは買いに行きよな、あいつ。でも俺、宮本って2000以上のものはないよの。まあ、さんまさんだとサンフランシスコ行った時に、4500円のこれ買えってから、まあね、セッティングしてくれとった。手出さなかった。ええって。もちろんね、日本で来てない、いくつなん？いくらなんて。いや、それは言えません。一般で分かってん。でも2000円以上のものはないなって。結構、本当にお買い求めやすいんですね。笑うんですよ。あいつはシーンごとに、俺は1日ごとに着替えるんですけども、はい、あいつはシーンごとに着替えるんですけど、バスの中で女もん着てるおっさんが、俺はバスの後ろでこうして座ってるのに、女が、次のシーン行きまーすって時に、まあ、ど真ん中、カバンからコソコソ出して、なんか、エリザベスっていう、くびれのね、デザインの、エリザベスとか着てると気色悪なってくるんですよ。おっさんが女もんをバスの中で着替えられたら気色悪いで。そうですよね。うん。で、大阪に行くときは、アカシアテレビなんかは、3枚持って行くよね。服を。1日の仕事ですよ。なんでですかね。いや、家で決めてきたらええやんか。はい、今日はこれって。ほんならもう荷物簡単に済むやんか。はい、あいつ一日だけですんごい大きな、ガラガラ持ってき。本当にでも女子みたいです。このガラガラ、女子みたい。女子やね、うん。ほんで楽屋で自分の毎日一本の赤い、年がら年中、二十何年履いてるわ。あ、ズボンあるんですよ。そうなんですか。それは変わらないんです。そこは変わらないんですね。そこはワンシーごと変えるのにね。そう。こだわりの。確かに。あれ、長いですよね。スリータックなんですね。タックが3つ。ジャンボ尾崎さんの前世紀によく履いてたズボンで。今、池田が履きとんのかな、池田裕太君っていう。ジャンボさんに憧れた人がね。それでも2タックぐらいなんですよ。
まあ、じゃあ、スリータック、ジャンボの全盛期のズボンなんですけども、それは赤いズボンに、これで、その3つの、もう自分の持ってきたやつを、はい、それいつか着るんですよ。あと2つも。ね、なのに、どれがいいかなって、俺がオープニングのコーナー喋ってる間に考えてんのが好きやねんって。その日の気分の気分でその流れによって、いや、やっぱりこっちの方がいいかな。いやー、これね、女子でもね、どっちでもいいねだって安物やもん。2000円以下ですもんね。そう、うわー、高いんでしょうとか言って言ってるけど、もう見てもね、安物。まさかの101匹ワンちゃんの服があるし、101匹ワンちゃんがザーッとちいちゃく書いてあるんですけど、可愛いだろうな。でもそれ可愛くないんです。全然なんかアレルギーが出たんかなっていうムチムチだらけで、はい、出たんかなっていう服なんですけど、何歩か 100匹なんですよ。何歩数えても、しかしポケットの裏側にもう1匹おしゃれすごいおしゃれよう、こんな服探してきたし。こだわってるまでも。はい。楽しいんでしょうね、奥の日に。あっちこっちの店行く。これ、サボさん食いつきだろうな、とか思って。誰も着ないような服よ。俺も、あっちゃんの服着てるおばあ見たことないもん。俺、101匹ワンちゃん欲しい言うてんだけど、くれ言うてんだけど、いやいや、もうあれはあげられません。あれ見つけたんですよ、私。すごい。高円寺のショップでとか言うんだけど。まあまあ、今日はね、はい、誕生日が過ぎて、はい、ありがとうございます。道あれ持って帰る。お前今日どこや仕事。持って帰るよ、これ。もちろん。悪いようにちゃんとしてあげてるから。ええよ、お前。お前今、文さんね、体の文太さんいて、はい、今、スオさんから連絡があって、水岡とに来いて、今、とに行ってるから、かわいそうに。行ったり来たり。あ、水岡とに帰った。来た、来た。お帰りなさい。すっごい美味しい水を買ったから、金沢の文太が今すかいから、ここにいますけど、今からすぐうちの事務所に来て、水ようかん取りに行ってくださいって、今取りに行って、日本一美味しい水ようかん。よほど美味しいんですよ。いただきたいですね。MBS ヤングタウン赤嶋さんまです。庄司です。モーニング娘。の道重聖美。三井愛花、まなりの。全略のコーナー、イエイ。というわけでね、はい、今水羊羹届いたんですけど、はい、木箱で、はい、今ちょっとあったんでぶちゃっといくような、はい、すっごい柔らかいの、また切りに行ってますよ今どんなすごい水羊羹やねあんな柔らかいの初めて見ました、こちらいただきましたのはですね、松ぼっくりからいただきました。全略ヤンドメさん、こんばんは。こんばんは。来週の月曜日放送の明石家テレビに西川きよし師匠と忠志さんのロイヤルファミリーが出演されます。先日の知人 VV 生放送でも、さんま師匠や庄司さんからいじられまくっていた忠志くんが、本番でどれくらいいじられているのか今から楽しみです。さんま師匠、庄司さん、西川ファミリーはやっぱり一般では考えられないような少し変わったファミリーなんでしょうかという。ことですけどもね。はい、まあ、変わって、まあまあ、絶対はこの家族になりたくないですよね。絶対に嫌い。お父さんがものすごい真面目やから。はい、あ、真面目な子なんですか。硬いのよ。ほんで、すごい一家を、家族を大事にする。あ、いいじゃないですか、じゃあ。ものすごい大事にして自分とこのやり方正しいと、もう本当にもう乱事門限、それを破ったら怒るとか、月に一回奥さんと一緒に風呂入って肩を流し合うとか、家族が固まらなきゃ気済まない。それで夜は早く寝て朝早く起きて、朝からみんなで朝食を、っていう、まあね、あの、その理想の家庭といや理想の家庭でしょうけども、真面目すぎて、だからね、3人とも、ものすごい真面目に育て、ちゃんとしてね、すごいですよね。それはええねんけどもな、はい、真面目すぎるのもまたつまらんやろとか思うしやな、ちょっと砕けてくれたらとか、お父さんもちゃんとしてあるからね、
なんか怒られた時、親父もお前、この間帰ってこなかったやないかって言いたい、好き。はい、子供に好きを与えてあげたいやんか、俺らの教育方針としては。俺は好き与えてあげたいね。与えてあげたいんですね。注意するけど、お父さんだって、この間嘘ついたじゃない、あれは違うねんとか、あれはしゃあないがなって言ったら、子供も、ちょっと安心するやんか、人間味がある感じ。するでしょ、もうそんなの許さない一家ですから。そうですよね、まあ。ほんで、あれ、6時の新幹線に乗るのに、朝のね、はい、5時に新大阪使わんで。何するんですか、1時間そこで新聞読んだり。駅員さん起こしたり。駅員さんに払いに行った。そろそろ、どうですか、みたいな。すごい。それは真面目だな。まだですか。ほんまや、だからもうそれ、ただしはもうそれだけはやめてほしいって言ったけど、家族でもし、ファミリー出演多いやんか。はい、東京でファミリー出演って言ったら、もう、5時に新大阪の駐車場に着いてんねん。へぇー。ほんでみんな、教師は新聞読んだりだけど、その息子さんたちはもう、何していいか分からない。もうちょっとギリギリでもええのちゃうか。もうすることない。遅れたら、もう、多大な迷惑を皆さんにかけると。仕事にね。でも、早起きても多大な迷惑を家族にかけてないわけですよね。確かに。よそにかけないように。でも仕事場にかけないように。すごいですよね。そういう部分では。で、この間もさ、まあ来週月曜日ですけども、うん、散々俺のいい加減さを罵られましたよ。そうなんです、ね、君はな、言って。うん、キューさんからしたらギリギリ来てゲラゲラベラベラ喋って反抗はしないんですかね。ねえ、グレタさん、娘がちょっと反抗した時期があった。かわいい娘で、あと二人はそう、あれですね、お父さんの言われたことは正しい。へえ、すごい。グレたりしないんですね。これもね、すごいよ。まあ、グレられなかったっていうのもかわいそうやけど、やっぱ議員さんでしたから。今でも小泉孝太郎君がよく言ってますけど、立ち証明をしたいと。草むらで。したことがないんですよ。もしやって写真撮られたら、お父さんが叩かれると。総理大臣でしたから。だから、おい、なんかこれやろうよとか、悪い友達を誘っても、いや、ごめんって、それは一切しなかったって。自分だけの人生じゃなくなるんですよ。だから、そうですよね。お父さんのために議員で、何やお前、友達やのに、とか、おそらくそういうこともあったと思うけど、そういう人生やからね。かわいそうっちゃかわいそうけど、本人が幸せやから、それでええねんけど、すごいよね。だから正しいから、娘が昔ね、はい、アメリカ行ってる時に俺がアメリカ行って、はい、ご飯食べてたんですけども、その親父に対しての、お父さんに対して反抗したっていう。はい、で、やっぱお父さんの言うことは正しいんですよ。聞いたらね、はい。で、お前そのお父さん正しいやないかいって。言わな、知らないね。じゃあ、ちょっとでもね、娘の、フォローしたらなあかんとか。肩持ちたいけど。お前の、なあ、お父さん硬いからなって言いたいけど、お父さんが正しいからやな。それお前、お前が悪い、お父さん、は正しいって言ったら、って、お父さんと同じ顔じゃないって俺って、俺、笑い止まらなくなってしまって。マジで。笑い止まらなくなって、俺もう、イタリアンレストランでひっくり返ってしまって。何がおかしいのとか言うけど、お前泣き顔、親父とそっくりだもんね。腐ってきてるけど、そういうこともありましたしね。まあまあ、でもやっぱ苦労して来られた、方ですから、この間ももう、あれですよ、やっぱりヘレンさん、奥さんのね、はい、トーク番組で明るい話してる時ですよ。はい、やっぱりヘレンさんもいろいろ大変だったでしょうね、って言ったら突然泣き出して。何泣いたりまんの、うん、言って、うん。お前には分からへん言うて、ヘレンにも迷惑かけた。分かる。確かに分かりませんよ、俺は僕らには。突然苦労しあったんですよ、昔。はいはいはい、売れない、吉本。まあ、ヘレンさんの方が売れてたけども、はいはいはい、女優さんで。はい、で、清志は売れない漫才師だった時に結婚して、はい、今の西川清志があるわけですから。すごい。かっこいいですね、そう思うと。かっこいいけど、もう真面目すぎて、昔俺偉い目におったのが、西川清一家のドキュメンタリー番組があったんですよ。西川一家をずっと追いかけるって。はい、ね、かのちゃんって娘が6歳の時、はい、ドキュメンタリーでね、みんな食事してて、
あの、突然わーわーって受けて、もう陽気なシーンですよ。そこで、私大きくなったらさんまちゃんの奥さんになんねーんって言って。かわいいでしょ、6歳ですよ。かわいい。ほんならおじいちゃんももう真面目やから、端バーンと置いて、あの男だけわかんって。真面目だからね。それでコマーシャル入ったんですよ。ちょっと待てと。その後、清志郎が何か言う。いやいや、あのね、娘の夢ですからとか、言うやん、言うやん。バーンに CM 入ったんですよ。ほぼなしやん。なんでドキュメンタリーのほのぼの人や、6歳の女の子がさんまちゃんの奥さんになんねんって、あの男はあかんって。そこで CM に入られる俺の身ね。そうですよね。じゃあ、さんまさんどんな言ったやろまあまあ、その頃も俺のキャラも知れ渡ってたから、あの、これまあ、これ好きやということだったんですよね。女好きかからあかんて。それで、あの、誰かが入院した時に、そのおじいちゃんが入院してあったんですよ。はい、ね、それで俺が見舞いに行ったんですよ。はい、それ芸人さんやったと思うけど、ほんならちょうど西川清志郎のおじいちゃんが入院してあって、はい、もうまあまあ、そんな悪くなかったんですけども、はい、退院直前で、ほんならテレビで悪いこと言うた言うて、わざわざ病院、自分の病院室から俺とこへ、あれ点滴打ちながら、あの件はどうも本当に申し訳ないって。いや、お兄ちゃんいいですから、シャレですから、あの、本当に、あの、いや、あれは、いや、あれはそういうつもりで言うたんやの、って。すっごい、本当真面目な、どこまでも真面目なんですね。うん、ずっと気にしてたんですかね。そうそう。まあ、まさかの CM の入りやったからね。まあ、ディレクターとしては、狙い通りやったと思うんですけど、あの男だけはあかん、ポン日立の提供でお送りしてるえぇ、ー、とか。そういうことです。真面目な。こちらいただきました、ミスタードゥ、はい、ヤンドロイドさんこんばんは。こんばんは。この度芸術家として20周年を迎えられたジミー大西さんが、うん、東京銀座三越で4年ぶりの、個展を開かれてました、うん、開かれてましたかましたか、もう終わったか。過去の、代表作最新作などおよそ120点が11日まで展示される、うん、11日までまで展示されるって言ってるとのことです。今でもまだジミーさんに小遣いをあげてらっしゃるさんまさんと庄司さんは見に行かれるご予定はございませんでしょうかということですけど、うん、お前はどうするの、見に行くの。いや、楽しないですどうなんですか。それで今行ってるんですか。いやいや、ジミーの買うやつの気持ちが分からない。いや、もう天才画家って言われてるすごい分からない。一緒に暮らしてきた人間はね、ジミーの絵の凄さは絶対わからない。一緒に過ごせば過ごすほどわからない。買う気持ち、あいつの金、うん、あいつの絵を金出して買う気持ちは、多分お父さんお母さんと俺と庄司と俺の事務所のとっさんと、はい、ミスター遅れさんと前田誠二は絶対気持ち確かに、あんま欲しいとも思いませんね。多大な迷惑をかけられてきてますから。そうなんですね。そうそう。多大な迷惑をかけられてきてます。でもすごい高いんですよね。ああ、もう芸術家としては。高いよ。日本でもう一番高い方のクラスちゃう。生きてる人の中で。生きてる人の中でね。まあまあ、売れるしね。はい、でやっぱ確かにね、僕は確かに、庄司は買わないし、行かないでしょうけど、はい、僕は全作品、なんか、やるとくれよるんです、ジミー。あ、そうなの。持ってきて、なんかジミーの作品は嫌が閉まってあるんですけども、はみ出てくることもあるんですよ。はみ出ても、いやいや、本当に本当に、だからお前ら分かれへんの、俺たちがジミーに対してのあいつが先生って言われてる悔しさが、お前らにはこれっぽっちも絶対分かんないと思うけども、迷惑かけられてないんでね、サミたち。お前らはね、あ、君ちゃん面白い、絵がうまいとか言うだけでしょ。俺らもそんな、もう下地も並びに下地の世話からいろんな世話してきましたから大変だね。それで何回も裏切られてきてますから、やつの絵は。だから、ただ俺はもう全部もらうんで、あいつがまあ海外宿持ってきてくれるんで、だから今言ったけど、それ小遣いさんまさんあげられてるんですかとか、なんかヤフーニュースも載ったらしいんですけど、いまだにさんまに小遣いをもらって生活してるジミーちゃんで載ったらしいんですけども、はい、あいつはそれを持ってきたら僕が小遣いくれるっていうの分かってるから、はい、小遣いがなくなるとなんか作品持ってきちゃう。新作でそういうことだ。
だから、まあ、頑張ってれば、身内がね、はい、身内が頑張ってくれてるんで、ね、そのワインとか、全部飲まずに置いてありますけど、ジミーのラベルのワインがあるんですよ。切ってもあるんですよ。ジミーが書いた。で、貯金通帳もあるんですよ。ジミーの銀行の、だから、その通帳に入れるために、ちょっと貯金したり。もう、やっぱりさすがに、それはなんか自然としゃあないなと思って、やってあげるんですけども、わざわざ個展を、この絵はっていう気にはならない。でも考えたら結構売れるらしいですからね、ジミーちゃんの絵は。いや、売れても、ジミーは日本でもかなり売れる方なんですけども、やっぱり大変みたい。だから他の画家は大変よ。ジミーが大変やから。やっぱ不景気。で、やっぱり311以来、やっぱり、そのね、こういうもんに贅沢したら申し訳ないとか、そういう気持ちがやっぱりあるから、そう対して、飛ぶようには昔みたいにはいかないみたいですよね。だから、お前も墨絵の古典とかやったり、そのタコとか出して。小図にして。あのね、僕も結構要素上げてるんですよ。で、寿司屋さんに変えてあげたりね。結構、大阪の。この間お前の、ハモ屋、京都のハモ屋。はい。お前行ったやろ。行きました。ほいで、はい。変えたやろ、お前、ハモ屋。書きました、なんか。変えたらしいな。はい。ほいで行ったんや、そこのハモ屋。はい。ほんだら、庄司さんに変えてもうた。はい。すみえ、これ毎日、はい、もう拝んでるんですとか、はい、はい、ほんなら釘も打ってないし、はい、立てかけてあるだけなんですよ。天脇にね、襖の上に、はい、おかみこれ今日置いたんじゃ、いや今日置いた、佐野さんが来るから、いや置いて毎日、庄司さん今日もお店よろしくお願いしますって庄司さんの前にお願いして、いやママ釘も外す、あれ、これ立ててるだけやんか、襖の上に。はいはい、いや、本当に、さんまさん、そんな疑うのは良くないわ。気合って書きながら、そう、これずっと毎日言って、はい、ね、いちいち持ってくる、鍋だ、ハモだ、つくりだって。はい、そのためにグダグダして、最終的に、鍋持ってきた時に、ボーン落ちてきた。あれは、おかみ、やっぱりこれ、今日置いただけやん。すみません。認めたんだ。やっぱり認めた。あら。あれはええ加減やよな。苦労持てたんでしょうね。ひょっとしたら本人来るかもわかんない。さんまさん来るからって思ってたんちゃう。そうそうそう。うん、多分、新田か庄司さんもって言うたと思うね。はい、ほんで慌てて庄司の絵を描いたら。とりあえず置いたんですよ。そうそう。とりあえずバーン置いてあるのがもう丸わかりやねん。こんなとこおかんやろ。開け閉めしひんとこ置けばよかったんですよ。そやね、ほんでまあ、まあね、朝から時間あったやろから、食いでも売ってちょんと立てかけときゃ、ああ、障子喜びますわ、いうかね。先生、今度こっそり言ったら言わんと。あれでショック受けますかもしれませんよ。こちらオレンジの6番、全力屋の皆さんこんばんは。こんばんは。ハワイで行われたモーニング娘。のファンクラブツアーに行ってきました。ありがとうございます。ファンの集いや写真撮影、握手会、サイン会、ライブなど盛りだくさんな内容で、さゆみちゃんたちと距離が近くで楽しかったです。ライブのソロでは、涙ぐんで途中歌えなくなってしまったさゆみちゃん。リーダーとして初のハワイツアーはどうでしたか？またさんまさん、庄司さんへのお土産は何を買ったんでしょうかという。お土産持ってきました。ありがたいと思うんですけど、マカダミアチョコレート。なんで、じゃあこれは。いやでもプレゼントってさっきも言ったように気持ちがないとあかんやろ。これ気持ちありますよ、これ。でも買うてきてくれてるってのがありがたいですよ。これ何なんですか、これは、俺らも買うてきて、お前もこうしてやってあげたり、俺もお前、アメリカからこう、もうわざわざ買いに行った。あれだけを目的に行ったような。嘘だ。嘘。これ何なんですか、これは。それハワイで有名なパンケーキ屋さんの、粉です。粉です。パンケーキ作らなきゃ。お家でパンケーキ作って食べてください。いくら買うてくれよ。パンケーキ作り、これハワイでしか売ってないんです、これは。いや、だからそう、焼く機械をよ。はい、フライパンで。フライパンでできんの？できる。お前、じゃあ、やってはい。それでできます。嘘。できます、もちろんね。フライパンで。マジで？はい。これを水で溶いたらいいだけ。そうで書いてあります、後ろに。正直、お前、ホットケーキ溶けたことない、家で。いや、でも僕、フライパンしか持ってないから。フライパンで。ホットケーキも。できないんですよ。娘
小さい時ホットケーキ焼いてとか言わなかった、いやでもフライパンは僕使ってなかったと思うけどな。いやいや、娘が小さい時に、うん、はい、でお母さんいなくてホットケーキ、うん、家でよく、ほんで二人で作ったらあれ時間詰めて向こうも楽しいから、うん、うちはよく作ったんですよホットケーキ。お母さんおらんかったもうチャーハン食べさせてもらってたから一歳ぐらいからもう子供もチャーハンホットケーキ食べたい日もあるやんか。いやいや美味しいですよ。チャーハン一つも残さず綺麗に食べてましたからだからこれ、パンケーキの美味しい。そう、しかもこれ卵とか何も入れない。もうこれ、この粉と水で溶かすだけで、もうできるんです。で、この水を。いや、卵出してみやろ。俺は卵出さなあかんから。出さなくても美味しいんですよ。出さなくて大丈夫です。嘘嘘。そう言って美味しいって、そう美味しくないね。今日、今朝食べました。卵なしで。美味しかった。どんな味やった？ほんまに。パンケーキ、はい。本当に甘くて。美味しい。それは味見かかってるからやろ。あ、バターつけて食べたんですけど。美味しいやろ。美味しかった。もうね、蜂蜜とバターってのはもう。パンケーキでホットケーキみたいなもんやね。そうです、ホットケーキです。もう。だから朝食とかね。はい。だから、あの、食べやすい厚さに焼いてくれる女の人とかがいいですよね、これも。食べやすい厚さですか？あれでは好みの厚さ、パンケーキの。考えたことないの。ゼロ、お前のそう、考えずに生きてるから。いや、厚さやと、ほっとったら引いてくるじゃないですか。ホットケーキの厚さかね。ちゃうて、あのな、いきませんよ。ちゃうじゃん、お前らこれから恋愛者に男作ったり、共に暮らしたりするやろうけど、あのな、あの、相手の、外でデートしてるときに、食べ方を見てて、あ、この人はこういう、あ、ステーキはこういうぐらいの大きさじゃない。ちゃう。ちょ、わかんないじゃん、見とくやないか。どこでうまいって言ったかを覚えとくよ。そうや、お前ら絶対幸せになれんもん。なんでなりますよ。いい奥さんとかみんなそうしてあんねん。あ、彼はこれが好きなんだ。家で作ってみようとか。食べるものとかじゃなくて、その大きさとかってことで。大きさもだから。大竹さんもそれは見てたんですかね。あ、この人これぐらいこぼすんだみたいな。あ、これ食べるときはこれぐらいこぼして。あ、これ食べやすいんだとか。飛ばすんだみたいな。それは見てはったと思う。あの、これは汚れなかったとか。家でもいっぺんね、あの、ビニール敷くって。なんでやねんって言ったの。拾うわ、おいて。なんでいちいちお前子供の前掛けみたいなビニール下に引かれなあかんねん言うて。聞いたことあるんですけども、もうめんどくさかったんでしょうね、掃除が。だから恋愛中すごい可愛かったみたいですよ、そういうこぼす、もうとかいう感じで。子供みたいで結婚したら腹立つみたいですよ掃除が。子供が何人もいるみたいな。子供がもう3人いるんですから俺と日華と今のが無敵ですよ。それだから大変だと思う、ほんまに。ここビニール敷くっておばあちゃんもちょっとぶつく、あ、何にも文句言わないおばあちゃんがちょっとぶつくされてましたからね。片付けるときに、あらまあ、あらまあ。あらまあ。あらまあ。何にも言わないね。俺のことを大好きだ、おばあちゃんが。さすがにご飯なとは、あらまあ、あらまあ、言った。これテレビの中聞こえたもんですよ。あらまあ、あらまあ。あれ絶対俺のテーブルの下片付けてる。腰痛かっただろうな、おばあちゃん。長生きしてるからよかったけど、もし早死にしちゃったら俺の責任ですよ。これはでも、パンケーキか。はい。よかったら食べてください。そんな買い物する時間があったのか、それ。結構今回は、7泊9日で行って、長いな。結構長く行ってて。7泊9日？はい。ファンクラブツアーは3日しかなかったんですけど、まあ写真集も撮ったんですけど、全員で。うん。なんですけど、あとは、もう行った日と帰る日がお休みだったんですよ。わぁ、すごい！ハワイ行きたい！楽やなぁ。ほんで、あれ、写真もあの、メンバーの個人撮りもあるから、休憩もかなりあるやろ。休憩もあるし、もう日没までには必ず終わるんですよ。そうか！はい。なんで、なんか、すごい海外では。あぁ、今までより全然水分。慰安旅行も兼ねてたのかな、ちょっと。事務所は。いいなぁ、私も行きたい。だから多分。そう、わかんないんですけど、そんなに、ゆったりしたスケジュールで。ゆるかったですね。ええなぁ。はい。でも私も行ったらいいやんか。私行ったことないです、ハワイ。あ、そうなんだ。ないんです。え、海外ないの？ないです。今回もバスツアー行ってるんですけど、那須高原に。いいな、日本。何日間ぐらい？一泊二日で。それはファンの子と一緒に？そうです、ファンの子。いいやんか。ファンクラブツアーで。おじゃあれなの、その握手会、写真会。あります。ツーショット撮影があったり。あ、一緒か。うん。だから200人来てやろ？そうですね、ハワイに。はい。これで全員に握手して、はい。写真撮って。はい。
へえ、ほんでコンサートやって。コンサートもやって。へえ、これはでも楽やで、お前、ほんならもっと土産物買えたやろ、違うもん。十分じゃないですか。気持ちです。困ってない。だってハワイでしか買えないんですよ。でも空港やろ、空港やろ。空港じゃないですよ。このパンケーキ屋さんで買いに行ったんですから。有名な。はい。有名ですよ、ここ。あ、そう。うん、ほんまに有名です。ほんまかなぁ。すごいでしょ。それは。俺たち二人にパンケーキでこれ余ったやつに決まってるやないかい。え、違いますよ。さんまさんの庄司さん用に買ってきたんですよ。嘘つけよ、お前。自分のやつが余った、あ、しまった。さんまと庄司忘れた。今日、あ、そうやな、パンケーキ屋さん。お母さんこれ今日たくさん買ってるから二つぐらいいいよね。ごめんねっつって。違います。ほんとお土産リストの一番上にヤンタンスタッフさん、さんまさん、庄司さんって書いてましたから。え、スタッフさんにもあげたの。あ、もうね、チョコレート。あ、そう。はい。忘れないようにと思います。わざわざ俺ニューヨークの鏡買いに行ってんだ、お前のために。違う、ついでですよね。ついででもこれよりついでちゃおう。このパンケーキ、すっごいついでや。俺たちがパンケーキ焼くと思うか。ジッポとかでしてあげればいいんだよ。そうだね。俺はね、あの、じゃあね、去年シールす、ものすごいの、こう買ってきてくれて、シールを。はい、シール？ああ、そうですね。去年。ハルシールですか。ハルシール、俺が大好きな。ステッカーみたいな。ステッカーを。ステッカーをいっぱい、これ、あ、あいつハワイ今日でした。ステッカー買うときようになった。あ、言った。忘れてた。お前最近ステッカーに凝ってないのか、シールに。シール好きなんですけど。最近凝ってないやろ。好きですよ。じゃあ、最近凝ってないやろって言ってんの。あんまり言わないもんね。あ、気づかないもんな。だから、気づかないのに。あ、シールって言わんなと思って。俺はシール好き、今でもシール好きやから、うん、いろいろ集めてるんですけど。今回もうあれ、誕生日もシールなかったなとか。あ、ハワイで公的読みやったな。まあ、鋭すぎますね、読みが。すごい。もうシールに飽きたんだあいつ。飽きてはないんですけど、今回すんごい期待してる実は。全然ありますよ。あれだから今聞いて、あ、もうわがままやけど言うたらよかった思って。最終日とかも行くとこなかったんで、ずっとホテルで寝てたんですよ。もっと今超えてこいよ、絶対。お前あるやろ、こんなパンケーキなんか誰も食べやろ。十分ですって。もうって申し訳ないけど、パンケーキなんかもう、こいつのパンケーキ焼き方知らんかったやん。俺なんかいるんかなって、その機械が焼く。いやいや、フライパンで。だから、ドラえもんとかそういう型のバチッとするやつでも焼けるで、パンケーキ。ああ、そうですね、きっと。うん。それでも焼けるよ。うん。うちある、ドラえもんのやろうか、ドラえもんの。なんでドラえもんなんですか。ドラえもんのくれたやん、もうだ。ドラえもんだけ。フライパン、フライパンみたいな、型、サンドイッチになってるやつ。ホットトーストみたいな。あ、トーストハマってたからですか。え、トーストハマってたからですかね。じゃあな、それくれよって、ドラえもんの。いいじゃないですか。だから、パンがドラえもんに焼き上がってくるんだよ。へぇ、かわいい。いや、57歳、夜中一人、ドラえもんを貸してる。こんなこといいな、とか。できたらいい。っていうのも寂しいよ。こちらアクセスからいただきます。前例館の皆さん、こんばんは。こんばんは。5月に行われたモーニング娘。武道館コンサートの DVD が発売されました。はい。新垣さんと、新垣さん、ごめん、新垣さんと三井さんの卒業公演ということで、はいはい、会場は盛り上がりでした。はい、さらに、新リーダー就任が発表されたばかりの道重さんが、うん、歌の最中に リズムがグダグダになるという。え、嘘。それ DVD が残ってんですか。残ってんちゃうか。ちょっと編集してほしかった。ほんまやな。2回ほどあったらかものも、そのまましっかりと、収録されてました。よくモーニング娘。を辞めると、一気に太るという話を卒業メンバーから聞きますが、三井さんは相変わらず、抜群のスタイルをキープしているようです。何か心がけてることあるんでしょうか、ということですけど。はい、お前、これ別撮り しよくしあるよ。別撮り。そうですよね。うん。おかしかったところは、音だけね。はい。でも私もその全部は見てないんですけど、その見たんですよ、この DVD。うん。だから歌い忘れてる子がいて、私じゃないんですけど、うん、そこ歯抜けだったりとかするんですよ。だから多分本当にノー編集だと思います。歌に関して。なるほどな。もうそのまま、その日あったやつをお届けしようということだ。はい、事務所は。
うるさい歌手の人なんか、別にテープ取って、ぶち込んだ。後取りってことですか？そうそうそう。それはしたことないな。ないですね。ない。いや、ある歌手なんて、そう、武道館、もし武道館するでしょ、はい、武道館で、コンサートやったとしたら、はいはい、武道館を一日借り切って、また録音し直したり。すごい。スタジオでもええねんけど、やっぱり臨場感が。生なライブ感。わざわざすためにやるっていう人も聞いたことありますからね。すごい。すごいですね。嫌やんか。ミュージシャンなんか特にダメなまま、それが発売されて一生残る、っていうのが、プライドとして許せない人は、で、まあね、3時間ぐらいあるコンサートミスあるやんか。必ずね。だからそういうのもあんだけど、そのまま行かはったんだ。そうですね。なんかね、リズムがぐだぐだやってて。覚えてないから自覚がないんでしょうね、多分。ほんまの音痴やねんな。そんなズバッと。いや、ほんまな。音痴じゃない人はわかるんだよ。俺なんかは音痴じゃないねんって。わかるから。あ、ずれてるとか。しもたとか。あなるほど。基本と取られんかったら、人は音痴じゃないねんって。はい、音痴な人はもうわからない。なんかどうでしたかって聞くしかないです。あそこ失敗したんで、ちょっとどうにかしてくださいって言うんじゃなくて、なんか変なとこがあったら、ちょっと言ってくださいって言うしかないです、私の場合は。高く入る人が音痴やねんてな。あ、そうなんですか。高く入る、音を高く取る人が音痴やねんて。低く、音痴の人は、治る音痴だし。へぇー。なんだ。そうみたいですよ、プロに言わせると、うん、上がらへんかっただけ的な感じです。そういうことらしい。バーンともう私はとか考えなしに言っちゃう、高く入ってしまう、全部ね、それが音痴みたい、だからお前自分で分かれしまったとか思えんのもな。思わない。でもたまにその中でも思う時もありますよ。しまったそれよっぽどすごい時やろ。はい。ほんとその時はもうちょっと会場みんな笑ったりとか。歌で笑いとんのすごいよね。リーダー。三井プロポーションはどうやねんっていう話や。どうですか逆に。なんか今日セクシーな服着てるね。今日セクシーびっくりした今。何が横見てください。すごいセクシーな服着てる。あ、お前男できたな。かわいい。できてないですよ。お前骨弱ってんのに男つくな。できてないですよ。お前それセクシーな服着ておかしいやないか。かわいいね。その洋服は今流行ってるだけですよ。ああ、なんか下着見せんの流行ってんのよな。そうですね。うん、だからですよ。ああ、だからですよって。じゃあ色気ついてるからやな。ね、お団子にお団子屋で髪の毛伸びたんです。じゃあお前なんかお前ちょっと今あれちゃうか、恋したりしてんのちゃう。いや、してもええねん、お前、もう思っちゃうねんから、もう。いや、そうやけど。そうですよね、マリさん。そういうことですよね。いやいや、今はまだ変、全然。何が全然って別にええねんけど、お前な。まあ、骨弱ってるからな。ね。変な形でキスとかすんなよ。パキンと折れてまうから。まあ、折れたら大変やぞ。そう、すぐ走って言われんで。お前、カルシウム取ってんのか、言うて。いや、そこじゃなくて。だからソファーですんな、横でこう、ちょっと変な体勢が。ソファーでチューすると。したんですか？した。腰言われたことある。博多腰って言われたよ、俺。仲間から博多腰。博多から来たお姉ちゃんのキスした時、腰。すごいネーミングや。切って、博多腰。恐怖の博多腰。めっちゃ無理したんですね。明日博多帰るから焦ってんやろね、気持ちがちょっとね。なんとかここで勝負しよう思ったら、なし、脳がね。本能的に早めにキスしたら思って、そうあれ、呼吸って、びっくりじゃないですかそれ。びっくりびっくり。だから三択にね、3年ぐらい前の三択かな、うん、俺腰悪くて、あれはどうしようもない。4年前か、北島君が来てくれた時やから、泳げるかもう、ああ言ってましたね。そうやね、はい。もうゴルフも気持ちやらなあかんけど、腰痛くて回れなくて。ほんで水泳できるかなこれ思って、もうそれがメインやったから今回のその番組の北島来てくれて、これでもう無理からやったの覚えてますね。それが恐怖の博多腰。だからいつもね、木村と収録ある前に、やめてくださいお姉ちゃん部屋に呼んでやめてくださいよって、今でも電話くれるんです。自分との仕事の時は。本当に全然やめてください。無理しないでください。一日我慢できっしょって。恐怖の博多腰、怖かったわ。気をつけます。大きな荷物持ってのぎっくり腰じゃないんですよ。
軽いぎっくり腰やから、ある程度はできるんですけども、それ以上はできない。博多腰。でもちょっとしたらもうね、寝返りでもなることがあるわけやから。ぎっくりって急に来るんですね。そう。そうそう。若い子もなるからね、これは年取りだけちゃうからね。あ、そうなんですか。そうそう、ぎっくりはもう年齢関係ないよ。そうですよね。トイレ行くときに立ち上がるときになったりするわけやから。疲労してたりね、スポーツ何日もやってて、こう、椅子から、こう立つときとか、ほら、もう若い人でも何分でもなるよ。私、この間、掃除機かけてたら、ちょっとなりました、ピキって。若いからよかったよ、回復。すぐなりました。テーピングして。さんまさん、注意してどうしたんですか、ぎっくり腰になって。あっ聞いたもん。ああ最悪私、帰るね。おぉもうどうしようもない。これ、今日、ヤンタン来るときに相当かかったからね。もう、そう、100メートル歩くのに、ここ30分か40分。本当に壁伝わりながら。そんならもうずっと、お前何やっとんねん言われて。うんこ垂れたみたいな人みたいな。歩いてる。歩けないから。気持ち悪い。本当に。うっって。初めてのおじいちゃん。そう、だから気をつけた方が、いいよね。だから普通にノーマルに、キスとかしたらいい。キスだけでなりませんから、そんなに。俺はキスしてなってんから。もう大丈夫です。それ体勢が、やっぱりこう腰に負担をちょっとかける。焦ってたよ。明日帰るから。何事も冷静にですね。だから今、熊本行く人だから、今、熊本越しやから。熊本越し。どうでもいいですけど。日の国、日の国。日の国越し。どうでもいい。かっこよく言えばね。言い方次第ですね。こちら、いただきました。耳たぶがいただきました。ティンネキアンドレさん、こんばんは。こんばんは。ヘルスケア、ブランドが全国男性およそ1600人に行った理想のバストサイズアンケートの結果が出てました。中でも多くの男性が理想とするサイズは、そうなのよね。今、A カップと C カップだったそうです。また女性が思う理想のバストサイズは、3位が E カップ、2位が C カップ、1位は D カップ。ということで、理想のバストどんな感じでしょうかということで、今、とうとう、巨乳に飽きてきて日本人は、びっくりこの結果。A カップが今一番人気。意外でした。ねえ。やっぱり散々 D だ、I カップだ、G カップだ、グラビアの人が出てきて、とうとう見飽きてんな。やっぱこう繰り返すねんね、時代はね。佐野さんでも嫌じゃないですか、この結果。貧乳嫌いですもんね。まあ、じゃあな、CD やな、やっぱり。好みは。でもまあ、恋人にする場合、A とか B とか C とか、何の気にもならない。みんなそう言ってる、男は。見る分にっていうことやね。ああ、そういうこと。恋人に、胸で好きになるわけないからね、女の子は。C で言えば C とか D がいい。があればいい、落ち着く。落ち着く落ち着く。落ち着く。俺、胸触りながらサッカー見るから。特徴。これでももう正直寝なくなったんですから一緒に飲みに行ったらそこらでも姉ちゃんのおっぱい触ってるから、とりあえず手が届くところ全部触ってたこの人あと10センチ手伸びたらどういうことになる思ったから神様にもう手伸ばさせないでくださいって言いたくない俺の中ではおしまい。褒めてま川柳褒め短歌のコーナー、イエイ。このコーナーはリスナーの皆さんに川柳短歌に思いを込めてもらい、私たちヤムスを目いっぱい褒めていただこうというコーナーです。はい。それでは噂の水妖怪もいただきました。美味しかった。口に入れるともうなんか液体みたいなんでね、これな。こんな高い水妖怪って一緒にとろけましたね。美味しいです。ジュース、すごいな。本当に美味しい。高そうですね。越後屋さんっていうところ。越後屋さん、かわいいな。どうぞどうぞ。はい、私からいきます。千葉県のオレンジの6番さんからです。よー、休みの日、下着つけるの面倒だ。あ、つけないのか。つけない。まあ、外、なんか、外まあ、それは別にして、休みの日に家にいてて。はい。だからもうこれが面倒だから、もう外に出ないってこともあります。なんかそのことを想像すると。でもあれだ、今流行りの A カップやろ。そう。いや、そんなことじゃないですよ。私多分、着痩せするタイプなんですよ。
お前何カップなの？言いはしないですけど。そんな大事よね。アイドルは言わないらしい。直球に言わないでくださいよ。なんでよ、じゃあ。なんでないですよ。今一番人気やで、お前、A カップ。え、でも正直一番人気のカップではないですね。あ、中途半端な B なのか。マノも A か。マノちゃんの写真集すごい褒めてる。本当ですよ。あれを下から、あの、なんでその歌買うんですか。両面テープとかで長いしてる。やばいよ。ないないない。痛い痛い。いやいや、テープやんねやろ、グラビアの子。やらないですよ。お前らはやらないの。いや、グラビアの子やるよ。えあのガムテープ貼ったり。ガムテープ貼って、下で貼るんです、下。ガムテープ。胸の。貼るんだ、そしたら。はいはい。それハワイ前に聞きたかったな。ごめんなさい。だから、三井はもう CD やんねやろ、噂で聞くと。そうだ、ですよ。あれ言ってたのか、こんな子ないな。言ってない。はい、まあまあ、下着ブラはしんどいもんやからな、しんどいね、ダメな人はな、あかんよね、あれきついもんな、はい、どうぞ。はい、続いていきます。愛知県の4番エンスさんからです。よー、さゆTとリストバンドで総合ゴルフ。え、何それ。私のおばあちゃんがあの道重 T シャツって言って、私がグッズで売ってる私の T シャツがあるんですけど、うん、それ着て、で、その私のリストバンドで、うん、私今日も可愛いみたいなこと書いてあるリストバンドを着て、ゴルフ行ったりとか、おばあちゃん同士の食事に行ったりとかしてるんですよ。そのリストバンド、私今日も可愛いとか、もう全部道重可愛いとか、T シャツも道重一筋とか。あれかねえんですよ。はい、あれ着てゴルフやったの。ゴルフ行ったりとか、それで写真が送られてきたりとかするんですよ。可愛い。優しいな、おばあちゃん。大ファンよねんな。回転寿司とかも、それの、なんか、私の顔がプリントされてる T シャツで。わざわざ着てきはんのか、おばあちゃんは。偉いな。嬉しいねよね、孫の活躍がな。それ突っ込んでくれるからね、そういうおばあちゃんがそういうのしてると、それ何なんですかとか言われると。なんか、いい T シャツ着てるわねって言って、なんか褒められるみたいですよ、周りから。これ説明するんやろ。はい、孫がね。孫でね。ああ、それ嬉しいわ。嬉しい、毎日やろな。もうおばあちゃん孝行したってことやな、もう。そうですね。もうその一瞬でもね。はい。すっごい嬉しいことやからな。はい。さんまさんもね。何？いや、考えたら、とっさんが全部いろんなもん着てくれるじゃないですか、自分の。さんまのマンバートレーナー T シャツ。あ、いいな。嬉しいでしょ、もう。それ何なんですか？実は、あの、さんまさんの、まんの T シャツですね。すごい嬉しい。カロハラ、給料渡してないみたいな。ああ、言って、かっこ悪い。いや、嬉しいですよ、ね。すごい。あのね、トレーナー、T シャツなんか上が、あの首も元がブルーで、下が白のね、その番組の T シャツあるんですよ。T シャツ。それで、それ、重ね着と、いや、一枚なんだよ。おしゃれーとか言わなくて。毎回。しんどいでしょ、どうぞ。はい、続いていきます。千葉県のビアンコネロさんからです。父親が姉へ送ったプレゼント、小6向けの分数ドリル。お父さんに？お父さんがお姉ちゃんにプレゼントとして、プレゼントというかこれで勉強しなさいって送ったテキストが小6の分数だったんですよ。うん。分数なんですね。あの、痛いお姉さんはね。そうね。知らないな。でも分数なんか別にいらんやんか。いや、だからよく掛け算引き算できて足し算できて。笑いを取るためとかじゃなくて、本当にこれで。もっぺん6年生ぐらいの程度、はい、あ、親から見ててね。ここだなと思ったの。こいつは親よなこれ、ここ6年生ぐらいのやつは送って勉強し直した方がいいのかなとか。うちの娘なんかも漢字知らないからもう、はい、なん か漢字どれでも送ろうかなと思う時ありますよ、ね。それで英語できるんですから。英語できたらね、いらない。強いです、ね。友達となんか本読めしたらむちゃくちゃなんですよ、漢字が。簡単だね。まあもちろん読めない漢字誰もありますけども、簡単な漢字二人でずっと間違ってるで。友達も友達なんですね。友達も友達。ダディの。ダディって。あの友達か。これはでも就職できたし、とか。おめでとうございます。そういうことなんだ。さあ、はい、マノですか？ミツか。はい。東京都の佐野アツさんからいただきました。ハワイツアー、前回ギブスで参加した。嘘。はい。まだ去年はモーニング娘。にいて、去年のギブス様入った。はい、行きました。でも参加できただけで私は嬉しかったですけど、で、東京から車椅子を持って行って、もちろんな。で、参加して待って。で、飛行機、あの、車椅子を押してもらって。そうです。はい。行って、乗って、先に入れさせてもらって。せやな。
ギブスで。あれ気使わすよね、飛行機会社に。ね、あーそんなんで行ったんだ。ほな、プールとかも何にも楽しんでないやないか。ないです。写真集撮影も去年あったんですけど、うん、その時もなんか人にメンバーに隠してもらいながら写真撮ったりとか。足を、そう、アイカの前に座ったりとかしてた。ほんで、あの、ギブスして日焼けすると余計痒くなるからな、汗かいて。あれ立ち悪いのよな。はい、あとお風呂が大変でした。家やったら座れるじゃないですか。はいはいはい、でもハワイのホテルとかってないじゃないですか。そうか、なんで脚立持って行って。はい。ハウス借りて。はい、持ってって、買って、持ってきました。はい。わからないんで、ハワイにあるか。で、持って行って。ちっちゃい脚立こうでってた。はい、持って行って。そんな苦労がある。あるよ、骨折って。はい、初めて。さあ、続いて。はい、続いて、東大見市の北のコアラさんからいただきました。よー大人気、アイカ特製スムージー。何これ？これあの、テレビ番組で、あの、お祭りに参加したんですけど、で、それで、その農業の企画。あ、言うてたな。はい、やつで、小松菜とスイカを使ったスムージーを作って、お祭りで出店したんです。あ、大人気やった。はい。100杯売ろうと思ったんですけど、60杯ぐらいしか売れなくて。まあでも、まあもう美味しいって言ってもらいました。はい。はい、ヨーグルトとか入れて。あ、ヨーグルト入れて。はい、ヨーグルトと、バナナと小松菜で2層にしたんですよ。下が緑で上が赤っていうのにして、赤はスイカにしました。はぁ、想像できないあんまり味やね、それ。はい、もともとスイカジュースが中国にあって、それで美味しいと思って、作ったんですよ。はぁ、はい、本人としては出来栄えは良かったの？良かったです。で、みんなで手伝ってもらって作りました、メンバーと。あんまり飲みたいと思わないね、それ。え、そうです。乗り気じゃなかったです。途中から。気づいてましたね。サマとしたことが。何でも食いついちゃう。男がちょっと今。うわっつわでしたもんね。本当ごめんなさいね。スイカもジュースにせんと食べたいもん。どうぞ。はい、山口県ののりのりさんからいただきました。先週の酒焼けママの吉歌より、やっぱ落ち着く道重さんやな。はい、先週ね前のとキッカーがぶつかってしもてね。いやいやいや、ライバル心あソロ同士で、ソロ同士でちょっと、そうなんだ、すごい雰囲気になってしもたのよ。キッカーの方が意識しすぎたんちゃう？キッカーがおとなしかった。キッカーがおとなしかったの？そう、あのキッカーがなんか知らんけど、確かにね、声もかすれて、声もかっさかせて、声が足りんかったやと思いますよ。そうそう、なんかでもライバル心やねんな、お互い。そう、マノを褒めるとね、ものすごい嫌な顔するしやな。目がキッてなし。じゃあね、癒せませんのコーナーなんかやってたら、はい、もう聞いとれんねん。自分のずーっと練習しとる。ずっと下向いてましたね。それは、キッカーすごいね、あれ。さあ、マノ行きましょうか。はい、マノ行きます。神奈川県の矢野コンさんからです。よーさゆみんに、性格黒いと言われます。うん。あの黒いの。どう？なんか、いい子そうなところが。わかる。どういう？マノちゃんはずっと私、本当にデビューしたての頃から。そうですよね。3、4年ぐらい前から。絶対に。実は、ね、すごいいい子なんですよ、めっちゃ。だから、いい子って絶対疑われるからね。はい、あんないい子は嘘やと思われるから。本当に、なんか、出てこないんですよ、でもそうやって言っても。だから家で出てんのちゃう？あの、家族とか、ボーイフレンドの前とかで発散する人いるからね。でも一時期母親にすごい反抗してる時ありました。なあ、でもいい子でいたいのはわかるけど、それはストレスになる時もあるもんな。そうですね。だから2年ぐらい前からつんくさんに呼ばれてお話をした時に、10人いて10人にいい子って思われずに、10人いるうちの1人がすごくマノのことを好きになってくれればいいから。そういう、要するにタレントを目指せと。そうですね。いうことを言ってたよな。わかるわかる。でもこれ持って生まれた性分で、あの、俺なんかもそういう、みんなに好かれたい病やから、うん、嫌なことも別に言いたくないし、相手にわざわざ喧嘩することもないし、好きでいていただきたいねろ、お前も。そうですね。わかるわかる。でもそれが、無理してたらあかんよな。そう。俺なんか本当にそういう人やからね。楽しければいいって人です。
そうね、あの、まあまあ、まあ、知らずに人の心を踏みにじってるらしいんだけど、あの、これはもう知らず知らずの。今日も修二さん絶対ズタボロですよ。いやいや、俺は全然。本当ですか？これ慣れてるもん。何言われても。もう30年ずーっと。そんなつぶらな人に全然もうそんなもう なることもなく、だからまあそうですね、僕は良かれと思って、うん、言ってることがやっぱり相手側が、はい、泣かれちゃったりとか、あ、そうそうですよ。さあ、まあ、どっちに行きましょう。はい、次行きます。熊本県の大空渡さんからです。悩んでる、アレンジしづらいショートヘア。これはまあね、そうなんですよ。切りたくて切ったんですけど、いざ切ると何もできなくて。そうそう、遊べないからね。そうなんです。女の子は髪の毛長いと遊べるから、うん、ショートヘアにしようかなって言ったら、切っちゃえ切っちゃえっていうね、あのほんまでかいテレビによると、はい、女はさあ切ったらはええけどよく似合うわねって言うけど、あなた何にもできないわよそれからっていう女の恐ろしい言葉が入ってるみたいですから。嘘、本当本当、そんな気持ちで髪切るかよ、髪切ろうかな、切っちゃえ切っちゃえっていうのはもうすごいわかる、ほんとそれ。あれ見ない、あれ見ないよよね、いまだに言われる。あれ街歩いててもあの女がわーなんですよとか言うね。そうそう、遊べないもんね。遊べないです。だからライブとかでも準備の時間はすごい短くなったんですけど、何にもできなくて、うん、寂しい。やっぱりカツラとかいろいろあるからね、メイクとか全然いいやつが、うん、でもまあまあ、ね、伸びた方はね、やっぱこうあの男は揺れる髪が好きみたいやからね、本能的に。だからポニーテールが人気あるとか言ってましたね。さあ最後、はい、堺市にお住まいのシュウさんからです。道重さん、女優するなら相談を、芝居のいろはは教えてあげます。おー、どうなんですかね、大丈夫、ね、ちょっと、まだごめん、ちょっと本当に、はい、相談を控えさせてもらえます。それはちょっと本当に、いやいや、ね、これシュウさんから来た短歌ですからね。それはちょっとそうなんです、私の本意じゃないですよ。違う相談をね、今さまさにしたいぐらいだから、ね、道重の個性死んじゃうから。さあ、そういうわけで今日はおばあちゃんが T シャツ着てるやつね。はい、ヒットバンドの方ですね。4番エンさんにはスペシャル短冊をプレゼントいたします。それではここで初めて書ける曲を聴いてもらいたいと思います。10月10日発売、モーニング娘。の51枚目のシングルで、ワクテカテカチャンス。名言、新言、言うとった。イエイ。このコーナーは昔のものから最新のものまで、テレビやラジオ、雑誌、インターネットで見聞きした有名人の名言、珍言をリスナーの皆さんにツイッター形式で報告していただくコーナーです。はい、はい、それでは。道重悪いけどな、チョコレート誰も手つかない、はい、1個も減らないですね。食べますでも愛花の分じゃないから本番終わったらな。じゃあも食べよう。最後でしょうか。はい、愛知県のキーラ傍聴食屋さんからです。子供たちと行ったディズニーランドで、アトラクションに並んでいるさんまさんに気づいたスタッフから、こちらにどうぞと言われたとき、さんまさんが言うとった、ナウ。子供たちに、並んで待ってこそ楽しいんだということを教えたいから大丈夫ですよ。素晴らしい。言うとった。まあこれはね、あんまり僕もそれ照れて、あ、ほんまに言うとったんやって言うとね、もう自分から言う話じゃないですもんね。そうですね。まあ、もしかして送ってきてるってことは自分から言い出したんですよね。誰からの、あの発言でもないですもんね。いや、俺はね、ディズニーの方がどっかで言うてくれはったんですよ。はい、あ、へぇ、芸能人で一人だけ、断った人がいる。それは明石家さんまさんですっていうのは、どっかのなんかで、パーティーかなんかで、言って、それでちょっと、知っていただいたんですけども、そうなんですけども。それ一番いいですね。一番いい知られ方ですね。うん、そうですね。ものすごい言いたかったんですけど、自分で。かっこいいことをね。自分から言いたかったんですけど、ぐっと抑えたら、偶然こう。自然の方が。それに近い話で逆のもありましたけどね、さんまさんの。はい、うん。まあ、さんまさんが誰かとね、ちょっと、
この世界の人とあのゴルフ行くのに、うん、マネージャーが地図渡しましょうか、って、ええわ、って。大体こう迷いながらそういう現場に着くのがええねん、言うて。かっこいいなぁ、言うて。言うてたら、なんか、あの、ほん、まあ、スタート10分か20分ぐらい前に、うん、そこどこや分かれへんやないか、言うて。だから昨日地図渡す言うたんですね。言ったんですね。最悪です。人生も道も迷いながら迷いすぎて腹立つね。なんかわ土浦日大って言ったことあるんですよ。あの全然違うところなんだけど、うん、次ここかなって言うよ。土浦日大よ。あ、土浦日大ってここにあるんだと思って。新たな発見。新たな発見。いいですね。と思われて。腹立つよ自分であの時。どうぞ。はい、埼玉県のありがとうございますさんからです。カンペイさんが9月3日のツイッターで言うとったナウ。またアカシアテレビで怒らせてしまった。タムケンも怒られた。アーメンマー。言うとったー。カンペイさんツイッターやってるんだ。すごいですね。できる。できるんですね。できる。カンペイさんツイッターやってるって俺も初耳やわ。短い文ですね、うん、でも。つぶやきやからね。あ、そこ。あ、つぶやきね。そうですね。タムゲンも怒られてましたからね、この間。そうなんですか、ね。また怒られたって、先輩がおかしいよ。そうですよね。怒らせてしまったですからね。これはありますね。さあ、最後。はい。門真市のなにわの爆笑侍さんからです。2003年のドラマ、心はロンリー、気持ちは点々点の打ち上げで、いつもは清楚な感じの女優の山村もみじさんが、お酒を飲んだ途端に豹変、大暴れした後の帰り際、タクシー乗る寸前に、決め台詞のように言うとったなう。もみじ散るね。言うとったいいね。素敵。ずーっと股間握られてましたからね、もみじさんに打ち上げ中。あら、いやいや、酔うたらもうそんな人なんですよ。普段セーフなのに。ものすごいセーフなんですけど、酔うと、あの、股間をつかみにくる癖があるんですよ。山村もみじさん。ごめんなさいってね、すごい、センスとかいろいろ送ってきていただけるんですけど、だから股間を触らすと、センスもらえるんですよ。ラッキーですね。さあ、以上ですね。はい、ありがとうございます。ビジネス気ぃつけよ。マノがすっごい時間つけてきた。先週よ。でも今日ちょっと難しい。先週ね、吉川がいたっていうのもあると思うよ。相乗効果で。もう、マノがな、ビジネスすっごい時間つけてきた。すごかった、やられた。もうね、道しげの時代終わった。違う可愛さがありますから。これはちょっと、まあ、負けられない、ね。負けられないね。頑張ります。道しげから行きましょうか。はい、藤井寺氏の本間出っ歯 TV さんからです。ちゃんと聞こえなかった言葉ごめんなさい。もうちょっと言葉も聞かして、はい、行こう。もう限界。そうちゃうやろ。限界やろ、もうもうもう限界っていう感じや。もう名言で出てくるのか。言うとったわ。じゃあ名言もう一回。はい、もう限界。あ、まあそっちの方がまだね、まだいいでしょ。でもまあお前はまだあかんわ、そこ無理やわ。行ったで、マノ。私行きますか。あ、はい、行きます。愛知県パワースライドさんからいただきました。早くして。ちょっとあかんね。あれあれ、早くしてやな、大阪弁。早くしてって言うやつや、うん、はい、早くして。まあ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 、もうあんま妙味したってできないしに。これは、今日これの難しい、これ。難しいやつ当たってもたのか。はい。池田市のお漬物さんからです。うん、元気になれ。すごい、すごい感じ。じゃあ、なんか、元気になれじゃないの。なれじゃないの。元気じゃないの、これは。元気になれ。元気になれ。すごい、でも。すごいよ。こんなセリフでもこいつここまで聞かしてるんだから。女優やから。いやいやいや。すごい、すごい。マネの力。
お前道逃げ。はい、大阪市の懐かしの難波マンションさんからです。あかんなお前ちょっと押されてるなあ、そうなんねん。いいプレーはしてんねんけど、はい、結局全米オープンではフェデラーが負けた。そういう試合も見たら自分の人生照らし合わせられんねんあ、こういう時はこうフェデラーでもこうなんだって思うから、お前もか完全にあのフェデラー気分や。気分全米オープンの水井行け。はい、岡山市の肉汁さんからいただきました。肉汁ね。あ、肉汁さんからいただきましたやめちゃうの。うん、やめちゃうのや。やめね、やめちゃうのっていう感じ。やめちゃうの。あー、まだ若いなあの、頑張ります。神奈川県の深夜さんからです。離れたくないすごーい。すごくない？いやいや、今のすごい。すごいと思った。じゃあもうちょっと抑えた感じで。そうですね、今ちょっと力みすぎました。そうそう離れたくない。ほらな、うん、なんかもう涙で出てそうですもんね離れたくない。何やねんその感じ。そんな泣くなよ。本当に思ったことなのに。何映画出るか一本。はい、お前そんな力ないやねん。ごめんなさい。さあ、今日はね、道重と三井と、はい、ね、マノ、はい、やっぱこのマノがやっぱこの癒せませんのコーナーでグイグイ来てるから、ちょっと、要注意やねこれは。教えてもらわな。いやお前はお前教えてもらうよりもやっぱ経験をつま、お前ら二人は経験詰めんねんからやな。いや私は詰めないですよ。え、なんであかんのお前も。まだハロープロジェクトなんで。私もですよ。あかんのか。はい。これは困ったことやな。何に困ったんですか。全然大丈夫ですよ、心配しなくても。教えてくれるから。もうちょっとワンランク上に行くには、癒すためには、癒すためにはこうリスナーをね、ためには必要なことやけど事務所がダメやっていうことやから、これはちょっと困ったなと番組的には。頭を抱えて。うわー、ワンランク上に上がったっていうのを期待したいじゃない。というわけでね、今日もね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お相手は明石家さんま、村上翔二、モーニング娘。の道重さゆみ、三井愛花、真野恵里奈。また来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。